今作という勉強をするんですけども、これはあの、まあ、今作の、まあ、年中児あの4歳児5歳児の場合はあの今作するとどんなものでもできるんだということをこの子供に見せますね。で5、6歳になってきましたら、あの具体的には箱あの立体図のね、あの立方体の箱の、まあ、展開図、開いた図をね、あの自分で作って箱を作らせるところまであのちょっと指導すればできますね。でこの時期の子供はほとんど工作が好きですね。あの物を作るということが好きなんですね。ですからそういう力を上手にこう伸ばしてあげるということが大事じゃないんでしょうかね。そして私はあのいつも言うんですけど、子供たちには、あ、物は買うんじゃないんだよ、作るんだよって言って、自分で作るんだよって、おもちゃが欲しかったら自分で作るんだよっていう方で指導しません。まあ、そんなこと言っててもね、時代的に、時代に合いません。時代参考的な、その指導になってしまいますから、そうとも言っておりませんけども。しかし、まあ、私は子供の目の前でね、子供、あの、画用紙でいろんなものを作ってみせるんですね。で、子供たちが何を言っても、あの、作ってあげるよっていうから、少し前、カップヌードルを作ってくれって子供いましたんでね。で、こう、画用紙で、あの、カップヌードルを作って中に、あのわらばいじょうの茶色いのをね細く切って、そしてラーメンにして、箸もこう紙で作ってね、その後子供の目の前で食べてみせるんです、してたんですね。あー美味しいって子供たち言いましたね。先生だけずるい、先生だけずるいって。で私はそれ構わないから、また美味しいねとかってね、そして子供をからかってやるんですけども、なかなかあの人気があるあーなんて言いますか